感が良かったかなと思います。はい、5回、あの場面、はい、代表への犠牲フライになりました。あの時はどういった心づもりですか。前の場合、高橋がチャンスかくれて、菊田を信用してたんですけど、まああいう結果ももちろんあるのかな。なんとか僕はカバーできる2度で行きました。はい、そして、やっぱりこう、似合った今日のバッティングの内容、ご自身の満足度いかがでしょうか。満足度でいうと、あんまりないですね。まあ、日々いろいろ頭使いながらやってます。はい、今どういった思いで試合に、そしてこの2軍での練習に臨んでいるんでしょうか。そうですね、早くコロナが収まってくれないかなと思ってます。そんな中、今日もたくさんのファンの皆さんがスタンドに詰めかけていただいています。皆さんに一言お願いできますか。そうですね、本当に連日ありがとうございます。石川慎吾タオルめちゃくちゃ見えてます。ありがとうございます。日中は暖かいんですけど、日が落ちると寒くなるので風邪ひかないでください。以上です。ありがとうございました。本日のヒーローは石川慎吾選手でした。ヒーローの選手には SE グループシーメンジ株式会社より特選ブランド牛が贈られます。